どうも、新宿カーボーイ金木屋です。伊藤です。新宿カーボーイの中年の市長でございます。ということでね、いやお腹すきましたね。あれだね、何時ですか今？11時半。あ、まあ、それは好き出してますね。なんかどこ食べに行くんかなと思って、この、まあ、出番まだ全然1時間半ぐらいあるから、まあ普通に食べに行きます。普通に食べたいのあって今。え、何を食べたい？すき家行きたいですよ。すき家。ああ、すき家ね、あそこにあるか。すき家のね、お好み焼き牛丼食べたい。あ、そうなんだ。お好み焼きの牛丼？ご飯の上にお好み焼きのキャベツあって、牛あって、マヨネーズバーって書いてあって、かつお節パって。お好み焼きの味で食べる。味で食べれる。ああ、なるほど。生卵乗せてね。乗せて。温泉卵かな。なりますよね。それを食べたいんですよ。食べたいんだ。はい。あとね。あれだね。それをね、あ、まあいいか。なんすか。いや、自分の中で処理しました。いや、それを食べながらやってもよかったな。じゃあ、まあ、その場で食べたいでしょ、弁当じゃなくてね。いや、俺弁当で食いたいんだ。あんま店舗で食いたくない。ああ、そうなの。あ、じゃあ持ち帰りして楽屋で食べて。楽屋で。いや、何食べようかな。そっか、好きよ。なんかね、本当腹すいて、なんか本当になんかデブになったなと思う俺。痩せてない。もうね、腹減ってる、常に。あれ、朝ごはんは今日は食べた。あ、食べて、うん、そう。まあ、ちゃんとしたご飯じゃないよ、あの、シリアル。ああ、一応食べるんだ、そういうの。本当あれ、シリアル食べてると、本当あれ作ってる人に申し訳ないけど、ハムスターみたいな気分なんだよな。なんでハムスターが食べるご飯みたいな種が入ってたりさ。ああ、まあまあ、確かにね、ハムスターこういうの食って大きくなってんだなと思って。そういうの食べるんだね。そういうなんかね、自分の中ブームがあって、今はそのブームが1年ぐらい続いてるのよ。でその前が食パン買って、そこにケチャップをソーセージを挟んで自作ホットドッグにして食べるっていうのが、ああ、なるほど。それも1年ぐらい続いてる。あ、それウォーカーチャンネル、そうそう、ウォーカーチャンネルでやってたやつ。ずっと鍋っていう時もあったよ、ね、ずっと鍋っていう時もあった、うん、今年は違った。この一回も食ってない鍋あんなに食べたのに毎日の、ま、何にも食ってない鍋。野菜切るのめんどくせえなって思う。あ、まあ確かにね。なんかね、あの時はあれしてたんじゃない、暇だったから。うん、ああ、そうか、ちょっと手間をね。そう、わかりやすくあれだよね、本当にコロナで暇だ時は料理するし、うん、まあね、ちょっとまあコロナがね、うん、収まってるのかどうかわからないけど、うん、あれしたら面倒くさくなって、うん、それこそね、そういうお店でテイクアウトして食ったりとか、わ、うんうん、かりやすく変わってくるもんな。結構あのキャベツ切ってるやつ、袋に入ってるやつあるじゃん、うんうんうん、あれ便利だよね。あれすんげえ便利だと思う。出先でも俺たまに買って食べたりするんだけどさ、ホテルの部屋で、うん、あれ思いのが量あるじゃん、あの袋って。思った以上にあんのよ。だから結構さ、食べればさ、お腹いっぱいになるしさ、野菜取れるしさ、ま、松村さんはそれやってたよね、痩せた時ね。キャベツっていうのはすごい野菜みたいなのいっぱい食って死ぬほど食ってたとにかく食べてたんだね、とにかく。ああ、松村さんね、そうそう、結局さだからこういう夜、あ、昼もさ、いや、なんか食べようと思うけど、なんかこれ食べたらな、あんまり健康的じゃないかなとかさ、ラーメンとかさ、ああ、そうなの、いろいろ考えちゃうんだよな。あ、ラーメン食べとこうかな。どこのラーメン？喜多方ラーメン。ああ、そこの、あの、なんだっけ、いたうちだっけ。違う、あ、また別、喜多方食堂って言って、うん、田原町と稲荷町の間ぐらいにある。あ、あるんだ、うん、もういつ行っても混んでる。ああ、そうなんだ。まあ、全然時間あるからね。全然時間あるな、うん、そっちの方行っても、そっち行ってもいいね。でもあれか、混んでたら結構あれな
んだよ。いや混んでる。いや昨日混んでるよな絶対。だってこんなお昼時間、ね、そうそうお昼もあるし。いやそれこそ昨日ちょっとさ通ってさあの上野までの、いや結構あの田原町から上野までの通りも結構人多かったね。そう昨日あのウォーキングしたから漫才協会の。何ですかそれ。いや何ですかそれってウォーキング部よ漫才協会の。漫才協会ウォーキング部。ウォーキング部ってあんのよ。何ですかそれ。いや何ですかそれってその話したでしょ。幽霊部員だけじゃないですか。幽霊部員じゃちゃんといたよ。5人ぐらいで歩いたよ。ん何やんのそれ。歩くの。歩くだけ。ウォーキングだから喋んの。喋るよそりゃ。喋りながら歩くのよ。何回も同じ話すの。いやいや私は喋んないだから女だ。あんまり喋んない聞く方。あんまり喋っちゃうとまたほら同じ話離れちゃうしね部員が、うん、で金京だけ取り残されて違う新ウォーキング部になるもん。そうそう作られちゃってさ作られちゃって結果俺しかいないってなっちゃうからさ、うんうん、1時間半ぐらい歩いた。うんまあ1時間半じゃ別に普通に歩くよ。まあまあまあね、まあ、ゆっくり歩きながら ね、うん、で「ああここはこうなんですね」とか言いながらさ生き生きしてたみんな。うん、生き生きしてたよ。へきへきはしてないよ。生き生きしてたよ。なんだよ、もう聞き間違えたよ。してた。生き生きしてた。生き生きしてました。昨日なんか寒かったでしょ、風も強いし。風が強かったですね。うん。で、上野公園通って日暮里まで行くっていうね。上野公園を。だあんまり普段通らないような道を通ってくるね。なんでこんなルートなんですかみたいなあれはなかった。いやだから一応上野公園で桜を見てねっていうその流れである日暮里まで行くっていう、はい、まあまず桜咲いてなかったですけどね。へー、はい、ちょこっとあの大寒桜っていうのがあってソメイヨシノはまだまあまあ全然、ね、はい、あの入り口のとこは入り口のとこはもう咲いててちょっともう枯れ始めてる感じ散り始め、うん、そうね葉っぱ出てきてたからね。ああそうだそこなんとなく見て、うん、で日暮里まで行って、ああ日暮里駅の裏側の出口ってこんなんなんだとか言いながらね、うん、まあ思ったよ俺歩いてる時多分伊沢さんいたらつまんねえ部活はなって言うんだろうなと思って俺だけじゃないだろ。いやじゃあ他の人みんな言うだろ。みんな言うだろ。遊兵所楽しそうだった。楽しそうだった。うん、すごい。ウォーキング部は何か目的あるんですか。目標こういうことできたらいいなみたいな最終目標みたいな。最終目標ざっくりと。ざっくりと分かんないけど登山できたらいいなとか。ああそれも登山部になっちゃうか。ウォーキングだって。あ、なんかそんな話もなってる。あでもそれは登山部も登山部であるかっていう話だね。なんだ。そう、うん、まあちょっと地方行ってそっからそこを起点に歩いてねとか、まあそういうのも楽しいですよねっていう。ちょっと、ね、東海道あれだ。遠通りしてね。いいじゃない。伊能忠敬みたいに日本地図作るとかさ、あるで。測量しながら。いや。そこまで行ったらすごくない？いや、それはそこまで行ったらすごいけど。ウォーキングで一日一時間ずつぐらい測量を兼ねて、してね、ずっと歩いてね。俺は令和の伊能忠敬だっつって。うん、いやまあそこまで。いいんじゃない。そうね。うん。大きい方が持った方がいいでしょ。まあまあ確かに。いや言ったってなんか聞いたら遊兵所なんて3日間に分けて60キロぐらい歩く、うん、そういう なんかイベントがあるの。イベントかなんかあったかな、そういうのに参加したりとか。おじゃあみんなで参加すればいいんじゃない、うん、でねそういうのやってきましたってトークライブとかやったりして。ああそうね、うん、やらなそうだな。いや分かんない。それはまあほら昨日動き出したからね。それはまだ歩いて終わりです。歩いてじゃあ次どうしますかって、じゃあ次どこ歩きましょうかみたいな会話もしつつね。でまあない地図作りましょうかはないの。いや地図作りましょうかっていう話はなんだ。面白そうじゃない。でもそれ、うん、まあ地図なんか目的あった方がいいかな。まあ、ね、ただ歩くだけだったと ね景色見て歩いて、うん、あれでしたっつって。まあまあ健康健康は健康でいいんだけど、はい、健康なんだかんだでもいはそのウォーキングだけど、まあ、だから8000歩とか9000歩ぐらいかな。9000歩弱ぐらいあるかな。そう生配信しますもんね。生配信しないね。ウォーキング部生配信
金清、金清の旅行チャンネルで誘導して生配信もそうね、うん、見たい人いるんじゃない、まあまあまあ、ね、興味ある人はね、うん、興味ねえよっていう顔すんじゃないよだよ、なんだこれ今これ見てたら興味ねえよっていう顔してたわいや、どういう会話してんのかなは興味あるよ、歩いてる時みんな楽しそうにしてんのかなとかさ、そうそう、いやこのビルって前から思ったんだけど斜め、俺これ隣のビルでこれ支えてるよねこのビルっていうのは気になってた場所があったからさ、それを言って、あ確かにそうですねっつってみんな写真撮って気づかれてんじゃんいやだからね、いやそのミーナの件じゃないけどさいや分かってんのよ私だって、もう別にねどうせつまんない話されてんなとかさ、撮ってくれだろ写真もいやそんなことはないし、カシャッと言ってたよあんまり尊敬してるわ、尊敬してるよ、ね、うん、あんまり喋んないようにしてんのよ、あんまり喋るとまたさ、どうせなんか金木さんなんかつまんない話してましたってなるからさ、気遣わすなと思って本当に木坂だけですよ、何も言わずに聞いてくれる、それ気遣ってるな大いに気遣ってると思うけど木坂のそうそうそう、まあそんな感じのね、わかりました、はい、ありがとうございました。